フラビウス・ヨーイアヌスは、ローマ帝国の皇帝。ヨーイアヌスは331年に、シンギドゥヌムで生まれた。父親は、将軍のウアロニアヌスで、息子のヨーイアヌスも、軍へ入隊した。軍司令官を経て、失聖官となり、サーサーアン・アサとの戦いに従軍。この戦争で戦没したユリアヌスは、副帝を、指名しておらず、また、適当な親族も残っていなかったので、 軍隊によって363年に皇帝に選出された。領食が乏しい状況で敵中に残されたヨーイアヌスはペルシア王シャープール2世と屈辱的和議を結び撤退。364年にコンスタンティノポリスへの帰還の途中、ビジュニア族州のダダスタナ付近で火鉢によるガス中毒で死亡したと言われている。ただし暗殺説もある。妻はルギ。 リアヌスの娘カリト。息子はウアロニアヌス。他に360年生まれの子女がいるが、性別を含めて詳細不明。息子、ウアロニアヌスには、マリアという一人娘がおり、ヨーイアヌスの孫娘にあたる。マリアは、アーキルという男性と結婚して、アルデクという息子を設けた。アルデクの子に、ワタンがおり、東ローマ帝国皇帝レオ一世の巫女の一人。 ヘレナを妻とした。この夫妻の名を孫、デメトリオスが、東ローマ帝国のヘラクレオス王朝、第二代皇帝コンスタンティノス三世の次男、テオドシオスの娘と結婚して、子孫が後世に存続している。さらにデメトリオスの母方の祖父の兄ステファンの子孫も、続いている。ありがとうございます。